NHK をぶっ壊すはい NHK をぶっ壊すえちょっとね参政党の話題ばっかりになって申し訳ないんですがはこれ麻原将校さん、えー、ご存知の方もいると思いますが死刑囚ですね、えー、こちら参政党のよ野り,りんですねえでも の者の修行って言ってて言吉野さんねすごくないですかこれこうやって飛んでるんですよねこうやってこれ参政党の吉野さんでこれがオウム真理教の麻原祥子さんですねいやもうこう,こういうのがまあまあ、えー、まさにオウム真理教と同じようなことを平気でしてるんですけど、まあ、これを見つけてくれたのが徳田直樹さん参政党のですね 運営いです徳田さんは現役のですね参政党の党員さんなんですよ、1ヶ月4000円払ってるんですね、この方がですね、このちょっとおかしなことしてるなっていうことで、えー、吉野さんに今日突撃インタビュー,、えー、吉野さんは、私は振りは,振りはしません、妻がいますんでと、普通に、笑ったにおに話してくれたということでですね、まあ、笑ってますよねあの、取材したのがこちら、徳田さんで、こちらが、 吉野さんこれ、参政党の中での話ですからね、何でもいすが、この人は今、参政党の昔、ゴレンジャーと言われて、今、何の方か知りませんが、参政党の人で、こちらの人は運営党員なので、同じ参政党の人でありますので、もうね、内部からこう崩壊していってるのかなと、まあね、NHK 党はこんなこと少なくとも起こってないでしょ、まあ、それはオムあの令和新選組でもそうですけどね、やっぱちょっと参政党、もうめちゃくちゃ怪しい。まあ、僕が ああ、オウム真理教のような組織になるんじゃないかなと思ってるのは、まさに、こういうとこですよね。普通、こんなの、こんな写真ね、上げて、アップロードしてね、喜んでるってやばくないですか、これ。<laughs> これとん何がどうなったらこうなるんですかね。いや、よう分かりませんが、参政党がオウム真理教のような組織であるっていうのも、こういう一枚の写真でも分かるかなと。参政党の内部の人がですね、 このように参政党の質問に行っていることからもですね参政党がオウム真理教のような危険な組織になりかねないので我々は国政政党としてそこはしっかりと参政党をウォッチングしているということでございます。以上です